みほどけです。ナム。皆さん自宅で過ごす時間がすごく多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。いろいろ SNS 見てると、おうち時間使ってお菓子作りに挑戦してる人が多いなと思ったんですね。私もお菓子作ってみたいなってところで、平安時代の貴族が食べていたと言われる唐菓子っていうのがすっごい気になってたので、ちょっと今回それを作ってみます。この唐菓子、辛果物とも読むんですけど、これは古代の中国で作られていたお菓子のことなんですね。でこれが仏教伝来とともに遣唐使が一緒に中国から持ってきたんですよ。それまでの日本って間食として食べるのは木の実そのままとか果物そのままとか、一応木の実を粉状にして水でアクを取ってからお団子状にしてみたいなのあったらしいんですけど、素材そのまま食べることが多かったらしいんですね。ただこの唐菓子がやってきて以降、間食として食べるのに加工した食品っていうものがどんどん作られるようになったと。でこれが当時平安時代の貴族たちに非常に愛されていたということなんですね。なので今でいうお団子とかおせんべいとかおまんじゅうとか、そういったものの祖先ともいえるお菓子なんですよね。え、知らなかったでしょはい、この唐菓子っていうのが意外にも作れるらしいので、ちょっと作っていきたいと思います。奈良女子大のホームページにこれを作ってみましたよっていう記事が載ってたので、ちょっとそれにのっとって私もやってみたいですね。これがね、日本最古の料理書である中字類記には、粘り気のない米を精米して粉に振る、つまり米粉、水を加えて練って溶かしてきねに入れてついて、それを油で揚げる。当時はいろんな油あったらしいんですけど、やっぱごま油が一番使われてたらしいので、ごま油で。遣唐使っていうのは中国に最先端の政治だったり技術だったり仏教を勉強しに行く集団のことですね。小野妹子さんが有名ですけど、それと一緒にこの唐菓子ってお菓子も持ってきたんですね。水入れます。唐菓子っていうのは8種類あって、梅子、唐子、かっこ、天心、天聖、ひちら、追子、断気と呼ばれていて、神社や仏様にお供えする用のお祭り用のものとしても尊ばれたんですね。今でも八坂神社とか熱田神宮とかでも神様に供えるものとして使われていたりもするし、仏教では清浄寛喜壇として昇天様、大昇寛喜殿っていうちょっと怖い仏様がいるんですよ。あ、これいつかあの動画で喋りますね。2体の象の頭をした男女の仏様が抱き合ってるっていう、そういう方がいらっしゃるんですけど、その人にお供えする清浄寛喜壇っていうものもこの唐菓子が、断気そのものが清浄寛喜壇なんだと思うんですけどね。どうなんでしょう。こねました。耳たぶぐらいの硬さになり、ベトつかずにうまくまとまるのが良い状態です。注意書き文章よく読んだら、生地を練るときに水を入れすぎないことって要注意事項に書いてあったので、これぐらいの柔らかさなんですけど、怖いんでもうちょっと粉入れときますね。最高最高目分量、最高最高目分量。油粘土ぐらい硬いですね。茹でていきます。唐菓子、平安貴族のお菓子、後に庶民にも広まったお団子やお饅頭の祖先。はい、浮いてきました。それではついていきましょう。まん丸でかわいい。あー、こぼした。すいません、白玉ですね。さあ、ついていきますよ。急げ急げ。うん、硬いよ。すごくお米のいい匂いがしてきてない。形成しましょう。弾力は硬さが半端ないんですけど、形成するにはすごくちょうどいいです。で、まず1個目がこの梅の子供と桃の子供を描いて、梅子と唐子、なんか梅子はね、蝶みたいな形してます。こんな感じで、梅子のオツがテトラポットみたいな。はい、できた。春日神社式の梅子、あの飛行機とか乗るときに使う半円の枕みたいな。俵型にしてギザギザの模様をつけるみたいです。すごいですね。やっぱ神社とかお寺っていうのは昔の日本がやってきたことがそのまま残ってるから、本当ご先祖様って生きてたんだなっていうのが感じますね。はい、こんな感じ。続いて啓心、天聖、追子、キラチで、最後断気。これ断気が可愛い形してるんですよね。巾着みたいになってます。これ餃子作ってるみたいで楽しいです。ただね、これほんと空気入っちゃうんだよね。怖くないですか、空気入るの。破裂するからね。一応抜いて、あ、いい感じ。
で最後おまけというか清浄寒技団といって大正寒技店様にお供えするすごく神聖な和菓子もこれが発祥なんですよね。それっていうのはこの中にあんこを入れてくるむんですね。そのあんこにはお香7種類のお香を入れて清める油で揚げたものを大正寒技店さんにお供えする。これ実は伝統的な製法が残っているのは京都の会社にあったり製造される会社はすごく限られていて、しかもなんか女人禁制で作るらしいんですね。はい、ただみほとけちょっと興味津々で食べてみたいなってずっと思ってるんで今作っちゃいます。はい、このあんこにお香を入れていくということで、これは特別ブレンドで何種類入ってるかちょっと分かんないんですけど、まあ、お香はお香なので、はい、入れます。ちょっと混ぜて包む。空気が入ると破裂するから入れないように。よいしょ、こうなりました。うん、ちょっとあんこもすでに出てる。まあいいか。はい、これを油で揚げていきます。ごま油高いですよね。でもちょっとせっかくなんで大胆に使っていきたいと思います。いい香り。これでポイントが急に熱くすると破裂しちゃうらしいので低温の油でじっくり揚げていきます。この生地自体に甘味料を練り込むっていうこともあったらしいんです。お砂糖が遣唐使からちょっとずつちょっとずつ持ち帰られていたもので珍しくて貴重なもので、その当時は甘ずらといってツタの樹液を煮詰めたもの、あとは蜂蜜などが使われていたらしいんですね。なので素揚げし終わったあと甘味料をもしかしたらつけていたかもしれないなっていうので甘みも足して食べてみたいなと思います。梅子の方こう豆乳、梅子の方おつ、さすが神社式の梅子かっこ敬神天聖追試、とってもいい香りですよ油の。いやーかわいいかわいい、なんか出てきた。どうして、何が起きてるの、ねえ、なんか出てきたよ。どうして、何これ、大事件です、大爆発しました。なんちゅうこっちゃ、家中ごま油だらけ。皆さんすごくすごく、これはもう要注意。中身が吹っ飛んでて餅みたいなのがパソコンの上に乗ってました。パソコンか油まみれだ。さあ全てを揚げ終えました。こちらです。もう作った当時の面影はありません。でも実食してみましょう。いただきます。まず梅子、大腸みたいな形だったんですけどさらに虫水も出てきた感じですね。いただきます。おいしい。お塩をかけたら完全においしいおせんべいです。私上手にできてる。ちょっとはサクサク、中はお餅みたいな。美味しいんかい。敬神です。2人目の敬神が出てきました。なんで蜂蜜をつけましょうかね。ちょっとはいただきます。美味しい。美味しいよ。なんかこの形も可愛く見えてきた。砂糖、追試くんからも追試くんの魂みたいなのが出てきてます。おいしい。最後にこちらをいただいてみます。はい、清浄寒技団を頑張って手作りしてみました。おおむね形は可愛らしく出来上がってます。これね、あんこに清める意味でのお香を練り込んだものです。いただきます。あっ、こうわっ、寺の味がする。噛んだ瞬間に口の中が、てら、お線香が炊き上がってる。清らかな香り。美味しいかどうかはさておき、すごい。断面はこんな感じ。はい、ということで今回は唐菓子、遣唐使が持ってきた仏教とともに伝来したお菓子を紹介しました。これがね、お団子だったりお饅頭だったりおせんべいの祖先と言われる方々ですよ。皆さん
油の扱いにだけはくれぐれも注意してください。これは作るときは非常に味は美味しいので、これは日本人たまげたんじゃないですかね。初めて食べたときは仏様にお供えしたくなる気持ちもちょっとわかりました。ということで御仏です。